とされていた架空のポーランド人本来は、運転免許証を意味するポーランド語であるが、これをアイルランド警察が人命と誤認してしまったことから生じた。ガーダ・アイルランドは1990年代からケルトの虎と呼ばれるほどの経済成長が進み、ポーランドなどの旧東側諸国から労働者を受け入れていた。しかしその一方で、アイルランド警察は、 ポーランド出身の人物、プラボヤズディに手を焼いていた。ヤズディはアイルランドの国内各地でスピード違反や駐車違反などおよそ50件の交通違反を繰り返していたが取り締まりの度に住所が異なっているなど不審な点が見られた。そこでアイルランド警察はプラボヤズディというポーランド人について調査を開始した。 ポーランドで発行される運転免許証アイルランドの警察官は右上に書かれたプロジャスディを運転手の名前と勘違いした。なお、この様式の運転免許証は2013年1月19日をもって発行終了となった。アイルランド警察がプラボヤズディについて調査した結果、意外な真実が明らかになる。実は、 プロ・ジャスディとはポーランド語で運転免許証という意味であることが分かったのである。すなわちプラボヤズディという謎の人物の真相とは交通違反を犯した運転手のポーランド人から提示されたポーランドで発行された運転免許証の冒頭に書かれているプロ・ジャスディを取り締まりに当たった警察官が 運転手の名前と誤認していた事例が50件近く繰り返されていたというものであった。しかも取締りのたびに違反者のデータベースにプロをャスディという人物が登録されたためにその存在性を高めてしまっていたのである。この真相は2007年6月の日付が入った警察の内部メモにまとめられており、そのメモには プラボヤズディという人物を作り上げてしまったことは、極めて恥ずべきことだと書かれている。怪人物、プラボヤズディの一連の経緯は2009年2月に、アイルランドの新聞が上述の内部メモを入手した、ことで報じられ、それらの記事の中には、警察がたった2つのポーランド語の単語を、知ってさえいれば、プラボヤズディという悪名高い。 ポーランド人ドライバーが出現することはなかったと、揶揄するものもあった。アイルランド警察はこのことによって2009年度のイグノーベル賞文学賞を受賞した。ありがとうございます。